あまり気を使われないようにしたいんだ。シロ君、こんにちは。ホイップクリーム追加、キャラメルソース増量、バニラシロップ増量。よくできました、グッドボーイ。大事アンジェンテ。 Be a good boy, my dear dog。 最後のところだけ修正してもらえるかな。うん、もう少し表現柔らかい感じ。朝日食品の社長さん、硬い表現嫌がるから。そう、ありがとう。修正したらまた送って。じゃあ切るよ。うつき君、ごめん、何かあったっけ。ううん、そろそろお昼かなって。一緒にご飯食べませんか。あ、俺作りながらになるけど、いいかな。いいよ。やば、あつみ先輩のエプロン姿。カメラの角度、こんな感じでいいかな。もうちょっと上かな。うわー、オーガム。わー、持って持って。見えてる？見えてます。元気そうでよかった。まだリモートで週3だけどな。ちょっと、仕事量は週5並みにやってるのよ、嫌み。もともと厚美くん人の倍働いてたんだから、今回のことでみんなにお給を据えられてよかったと思うよ。頼られることは嬉しいから、それは構わないんだ。仕事に疲れたとかそういうのでもなくて、社会人になってできることが当然って期待されて評価されてるはずなのに、途端にできないことが増えてきた。なんでだろうって自分がサブだと分かって、今までのことが全部腑に落ちた。だから今は大丈夫。心配してくれてありがとう。うん。大地くんのことまだだ。そうだ、みんなに聞きたいことがあって。その日頃からお世話になっている人に俺がしたいんだけれど、あまり気を使われないようにしたいんだ。何かいい案ないかな。誕生日が近ければそれにかこつけて。誕生日わかればいいけど。それとなく聞いてみて、大体でもいいんじゃない。そうか、誕生日か。確かにプレゼント渡しても自然かな。そうね、まさかそんな。でもお礼ならいつでも大丈夫ですよ。そうかな。次の受信日は10月2日か。プリンなら間違いないかな。でも病院に食べ物を持っていくのは良くないかもしれない。それに渡すなら仕事じゃないときに。じゃあ戻るわね。うん、ありがとう。またお昼一緒に食べましょう。明人先生は喜んでくれるだろうか。大丈夫、お礼するのは普通だ。厚見史郎さん、第三診察室にどうぞ。はい。史郎くん、こんにちは。明人先生、こんにちは。今回分のノートです。うん、ありがとう。
調子は良さそうだな。はい、仕事も少しずつ量を増やせてます。そろそろ週4でもいいかもしれない。君、横浜に行ってきたのか。辛いものには強気だな。それで結構自信つきました。時間外の連絡も最近はほとんどない。うまく心のコントロールができて安定してきたんだろう。君は本当によく頑張っている。いずれ俺も必要なくなってしまうんだろうな。すみません、聞き取れませんでした。次の診察予約はいつにしようか。次、前は1ヶ月だったから6週間後でいいか。はい、大丈夫です。この後ユキジ先生とのリハビリ予定だったな。はい。明人先生、今日仕事終わり空いてますか？何かあったか？今ではダメなのか？仕事の邪魔になってしまいますし。今日は15時に終わる予定だ。ここの向かいに公園があるだろう。そこで待ち合わせしよう。はい。遅くなった。どこにいる？寒くなってきたのでコーヒー買っています。明人先生、すみません、逆にお待たせしてしまって。俺は大丈夫だ。ホイップクリーム追加、キャラメルソース増量、バニラシロップ増量。よくできました。グッドボーイ。それで何の用だ？これ、片手ですみません。手提げ袋も、俺ネクタイ。先生に日頃のお礼がしたくて。先生って名前に秋がついてるので、秋が誕生日かと思いまして。深い意味はなくてですね、俺がネクタイ見たり集めたりするのが好きなだけで。それ先生に似合いそうだと思って。シロ君。はい。先生。あれ、あつみくん久しぶり、元気そうじゃん。俺名古屋支社異動になっちゃってさ、あつみくんに会えてよかった。こんなとこで何してたの？てかこの人誰？大地くん。私は彼の主治医です。あなたは渥美さんの会社の関係者でしょうか？でしたら彼の状況はご存知のはず。わあ、あんたオメガ？すげえ美人。あれ、もしかしてドムの人？やだ、渥美くんってば。会社休んでる間この人にエッチな命令されて喜んでたんだ。いいなあ、渥美くん羨ましい。俺もサブだったらな。ごめんなさい先生。君、サブをサブドロップさせることは暴力であり犯罪だぞ。行くぞシロ君。
先生。侮辱されたのに俺何もできませんでした。悔しい。大丈夫、シロー君は偉いな。サブドロップせずよく耐えた。プレゼントありがとう。俺のことで悔しく思っているその気持ちがとても嬉しいよ。ねえ明人、シロー君の外来予約早めた？明日私のリハ予約入ってるんだけど。うん、先週危うくサブドロップしかねない状況になってしまった。え？むしろ外来で大丈夫なの？俺も説得はしたんだが本人の拒絶が強くて。それで毎日 SMS や電話でのフォローアップと週1回の外来で妥協したんだ。何それ、逆に面倒。面倒というか、そうだな、いろいろ面倒なことになった。どういうこと？そのサブドロップ仕掛けたきっかけの相手に完全なディフェンスをしてしまった。俺は本当にシロー君を自分のものだと認識しているみたいだ。多分。やっと辞任したの？多分って何よ。というかドムとしてだけじゃなくてさ、あんた、シロー君の前だとオメガのフェロモンマシマシになってるの気づいてなかった？よくあれでシロー君耐えてるわ。川澄先生はそのこと？どうだろう、川澄先生はベータだからそこまでは気づいてないかも。あの人の考えてることはよくわかんないけど、どちらにしろ何も言ってこないってことはまだ目に余るほどじゃないってことでしょ。仕方ないわよ、だってあんたたち運命のつがいだと思うもの。私ね、明人がアルファを避けてること知ってるから、シロー君のこと初めて聞いた時信じられなくてさ。でも会ってみたら本当にアルファだった。一線越えちゃいけないの分かってても、明人はシロー君を好きになっちゃったんでしょ？そんな運命とか非科学的だろう。あんた、自分が講演する学会の小6集目通してないの？確かにまだエビデンスレベルは低いけど面白そうな演題あるわよ。アルファとオメガにおける運命とホルモンバランスについての研究。学会協賛してる製薬会社の MR に言えば多分シロー君も連れていけるでしょ。二人で勉強してきなさいよ。それにシロー君を連れていけば他のアルファからのちょっかい少なくできるだろうし、一石二鳥。ユキジありがとう、頑張ってみるよ。川澄先生に何か言われたら私が説得するわ、任せなさい。ありがとう。シロ君、興味持ってくれるといいな。せーの、アンジェンテ。アンジェンテは好きが見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。 Be a good boy
マイディアドークは全国の書店、電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。好きなものを好きなだけ、今日がちょっといい日になる、そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援よろしくお願いします。